成田太です。前回ここのオイルパンの液体ガスケットをきれいに取っていきました。じゃあこれでね、液体ガスケットを塗ってはいつけましょうというには、まだちょっとやり残したことがあると小山自動車さんから教えていただきまして、まあ、その内容をこの動画で言っていくという感じです。で、何をやり残したかというとですね、ここの面が平らかどうか確認しろというですね。じゃあどうやって確認するのかというと、こちら定番を使って確認すると。で、確認方法はで乗せるだけじゃないっていうんですよね。これで乗せてね、あんまガタなければ、ガタないですよね。これでまあ大体平らじゃないかなと思ったんですけど、そうじゃないと。このですね、ネジ穴、ここがですね、こうポコッとこうネジをこう締め付けるときに、ここがボコって盛り上がっちゃってる、ことがあるらしいんですね。それを平らにしてあげることで、よりこう面を 0.01 ミリでもしっかり密着するようにしてあげて、潰せば密着度が上がるからやった方がいいということで、じゃあそれを直していくんですけれど、じゃあどうするのかと、それはこの板金ハンマーを使うということです。で、板金ハンマーってね、こっちの丸い方、まあこれ板金ハンマーもいろいろ種類はあるんですけど、まあこういうタイプの板金ハンマーっていうことで、で、この丸い方とこの細くなってる方ですね、まずはこっちの細くなってる方を使って、このネジとネジの間ですね、ここを狙っていくと。ちょっと撮影しづらいかな。ネジとネジの間なんですけど、まあここでですね、ネジがこう、ネジ穴がこうモコってなってたら、ここが浮いてるだろうということですね。なので、ここの間をこの平らなところでですね、こういうパンを押さえながら叩いてあげると、この時の音で判断するということですね。この金属をそのまま叩くと、こういういい感じの音がするじゃないですか。で、この定板とオイル板がしっかりくっついていれば、ちょっと浮いてる感じですけど、こういうキンキンといい音がすると。で、浮いてると、これダメだな、こういうちょっとこう、なんだろう、あんまりいい感じの音がしないですよね。こっちはいい感じなんで、ここが浮いてるぞとなるんですね。そうすると、この穴とこの穴をとりあえずちょろっと叩いてみようと。こことここね、ここです。ここですね。こうやってへこませてあげると、そうするとまだだね。難しい。まあ、こうやってね、全面をチェックしていって、こう浮いてるようなところがあったら叩いて、へこみを平らにしてあげるとっていうのを全体的に繰り返して、もちろんね、完璧を目指すとすごい大変なので、大体で大丈夫。まあ、こういうふうに調べていって、なるべく全体的にいい音がするようにしてあげると、この面がやらないよりは やった後の方が密着度が上がるということですね。そして初めて液体ガスケットを塗っていいですよとなるということですね。はい、じゃあとりあえずこの動画は以上で終了です。また次の動画へ続きます。